ホーキー、そんなに謝らなくてもよろしくお願いします。なんでチフユ姉がここにいるんだ。職業不詳で。俺は俺の姉織村チフユは心配した俺がバカだった。付け加えるなら IS は女性にしか使えない。男で使えるのは世界中でただ一人、この俺だけだ。理由は俺自身にもわからない。誰かこの状態を助けてくれ。何の用だよ。去年剣道の全国大会優勝したってな、おめでとう。あと久しぶり。6年ぶりだけど、ホーキってすぐ分かったぞ。幼馴染のことくらい。ん？まさか全部覚えないといけないのか先生。はい、織村くん。ほとんど全部分かりません。あ、質問いいか。代表候補生って何？そうか、それはラッキーだ。俺に何かを期待されても困るんだが。いきなり突っ込んできたのをかわしたら壁にぶつかって動かなくなったんだけど。私だけと聞きましたが。女子ではってオチじゃないのか。落ち着けよ。まあ初日からこれじゃ先が思いやられるな。そんなバカな。いちか。はい。ま、俺だって学校のトイレより家のトイレの方がいいけど。そういえばここってIS 学園には女性しかいない。ホーキー、なんだ。ブラジャーつけるようになったんだな、シノノノさん。はあ、また後でな。はあ、まあ幼馴染だし。ああ、小学校1年の時に剣道場に通うことになってから4年生まで同じクラスだったんだ。そうなんだ。道理でめったに帰ってこなかったわけだ。おお、いいぜ。シノコの言うより分かりやすい。いや、俺がどのくらいハンデつけたらいいのかなと。男が一度言ったことを覆せるか。なくていい。